皆さんこんにちは、 Be Love Company のエナです。よろしくお願いします。今日は何をするのかというと、はい、元町商店街のランチをご紹介したいと思います。なんで急に商店街のランチ紹介すんねんみたいな感じだと思うんですけども、 Be Love Company では商店街さんの広報のお手伝いもさせていただいていまして、今元町商店街のランチの動画を撮るっていう風に撮る広報のお手伝いもさせていただいていて、ぜひご紹介したいお店がたくさん見つけたので、その中でも私がちょっと紹介したいなって思った3つご紹介したいと思います。いきまーす頑張りまーす。はい、まず1店舗目はどこからご紹介しようかな。何が好きですかね。三葉さんっていうじゃあお店からご紹介したいなと思います。じゃん。三葉さんは串カツと明石焼きのお店です。で、串カツと明石焼きとかって結構なんかおじさんっぽいというか、飲みながらとかでも全然合うようなものだと思うんですけど、すっごい店内が綺麗で清潔感があるんです。それにめっちゃびっくりしました。なんで本当にちょっと入りづらい感じかなって思ったりもするかもしれないんですけど、もうすっごい入りやすい雰囲気、めっちゃ綺麗でした。よいしょ、どっかに保存したな、画像を今探してますよ。ちょっと見つからないけど店内めちゃくちゃ綺麗です。で、店員さんもすごい清潔感ある格好で、すごい女性一人でも全然入りやすい店内だなって思いました。こっちが明石焼き定食っていうもので850円、明石焼きとこの左下にあるのがタコ飯です。もうこれめっちゃ美味しそうやった。で、作ってるところも見えるのですごい安心っていうか、ワクワクが食べる前から始まるなっていう感じしました。で、こっちが三葉定食って言って、串カツ5本とご飯お味噌汁、これはビールがついてくるっていうメニューですね。もう串カツもめっちゃ美味しかったです。なんかちょっと冷めても全然美味しい。もう絶対これは行ってほしいなって思いましたし、でもちょっと注意点で言うと、ちょっと早めに終わるんですよ、店の営業時間が。なのでちょっと営業時間見つつ、お友達とか一人でもちょっと早い時間から飲みたいなっていう時にはぴったしの場所やなと思いました。三葉さん5丁目にあります。5丁目の三葉さんです。ぜひ行ってみてください。そしてじゃあ2つ目はちょっとランチじゃないんですけども、あじさいさんっていう喫茶店の、こちらはアフタヌーンセット、見えるかな。これがね、美味しそうっていうか、美味しそうやった。見えるかな。これが上段、2段になっていて、上にケーキとフルーツとアイスクリームが乗ってます。そして下の段にはじゃん、サンドイッチとキッシュケーキ、キッシュとクッキーと、ここのお店の1個上の階に一番館っていう、多分有名らしいとか有名なチョコレート屋さんがあるので、そちらのチョコレートがこの1段目に入ってます。で、この1段2段合わせて2段のアフタヌーンセットが1200円でしたね。よくないですか、2段構えで。すごいなんか今私の時間を満喫してるわっていう感じになれます。で、こちらメニューもすっごいいいんですけど、見てください、店内がすごい落ち着いた雰囲気で、でそれこそ今ちょっと気になるなんか他のお客さんとの間も結構ちゃんと空いているので、ゆっくり時間を過ごせる場所やなと思って、もうぜひ行っていただきたいし、自分も行きたいって思ったところでした。そう、こちらは一番街のところであります、あじさいさんです。ちょっと場所分かりにくいんですけども、そちらは
元町商店街でランチ動画を出してるので、それ見たら一発でわかると思います。だから一番街のアジサイさん行くときは動画チェックして、それ見ながら行っていただいたらすぐ行けるかなっていうふうに思います。そして最後にご紹介するのが、出るかな、出るかな、出たな、じゃん、見てください、ステーキですよ。こちらが全体像です。神戸ステーキミリカンさんのステーキランチ。もうランチでステーキってめっちゃ豪華ですよね。こちらは上質の黒毛和牛みたいなステーキがリーズナブルな価格で食べれるランチになってます。1800円、1800円ランチでかって思うんですけど、このステーキの量見たら全然出せますよね。店内もすっごい高級感ある感じなんですけど、そんなむっちゃ入りづらいかって言われたら、まあランチでも全然ちょっとカジュアルでも入れるっちゃ入れるかなみたいな感じなんで、もうちょっとランチ贅沢していいお肉食べるってなったら全然ここをおすすめしたいなって思いました。で、こちらは5丁目にあります。そう、5丁目先の三葉さんと結構近くにあります。もう3丁目から5丁目の方まで歩いていったら、もう5丁目入ってすぐのところに両方右左にあるので、見つけていただけるかなって思います。そうですね、わ、いっぱいお店の写真保存したのに見えへんな。でももうとにかくどれもお店の雰囲気ももちろんいいし、料理も美味しいっていう感じでめっちゃ行ってほしい。他にもね、すごいランチの動画撮りに行かせていただいて、魅力的なお店たくさんあったんで、まあ、今後もちょっと機会があればご紹介したいなって思ってます。どうでしたでしょうか。1店舗目が5丁目の三葉さん、こちらね。で、2つ目にご紹介したのがアジサイさんです。これほら、2段になってます。ちなみにさっきご紹介し遅れたんですけど、ケーキが、上に乗っているケーキは選べるんですよ。見てください、見てください、うわ、全部食べたい、もう全部食べたいって人は毎日行ってコンプリートしてほしいなって思います。そうで、三葉さんが2店舗目でした。で、3店舗目がこのメリカンさんのステーキランチ。ステーキランチいいですよね、めっちゃ美味しそう。で、じゃあこのランチ以外にもランチいっぱい美味しいのあったって言ってたけど、それどこ見たら分かるんって言われたら、この、はい、この QR コード読み取ってください。そしたら3丁目の YouTube のチャンネル出てきます。そちらでどんどんランチの動画をご紹介させていただいていて、本当にお店までの道順とかもちゃんと載っているので、それ見たらすぐ分かるし、なんか神戸来たしランチいつも行かへんとこ行きたいけど、なんか何見たらいいか分からへんなってなったら、とりあえずこの QR コードを見たい映してもらって、 YouTube も登録してもらってでしたら、もうすぐいいとこ絶対見つかる。もう洋食も和食も全部いいとこあったから、もう絶対行ってほしいなって思いました。今日はそんな感じのライブでした。最後にじゃあもう一回ご紹介しておきますか。1店舗目にご紹介したのが三葉さん、この明石焼きと串カツのお店でした。で、2店舗目がこのアジサイさんです。こちら喫茶なんでアフタヌーンセットが美味しそうでした。で、3店舗目、すごい強制中で申し訳ないです、滑舌悪くて。こちらがステーキセットでした。ステーキランチ全部行ってほしいなって思いました。そんな感じのライブでした。短いけど今日はこんな感じのランチのご紹介でした。ぜひランチ行ってみてください。